クラシルをご覧の皆様方、またお前かっていう顔で見てらっしゃる方も多いかとは思いますが、よろしくお願いします。今日はね、簡単なパスタを作るんですよ。フレッシュのトマトを使ったパスタを作っていきたいと思います。詳しくはこちらの番組でご覧ください。さよなら。イタリアのトマトってサンマルツァーノって言って細長いトマト、そのまま食べるとまあスカスカしててあんまり美味しくないんですけども、加熱すると美味しいトマトです。完熟よりもちょっとね硬いサンマルツァーノでフレッシュのトマトのソースっていうのは作った方が美味しいです。まずトマト湯むきしていきます。このヘタを取って、まあ、これはねうちのお店でもこういう作り方なんですけども、本当はねこの皮のところが美味しいから皮付きの方がいいんですけど、口当たりが悪いんですよね。どうしてもこう火を入れるとこの皮の部分っていうのが細い糸みたいに残って食感が悪くなるんで、まあ、レストランでお出しするのを考えて僕はこう湯むきしてます。お家で作るときにね、その食感云々っていうのがまああんまり気にしないんだったら湯むきは必要ないっちゃ必要ないかな。こんな感じかな。皮を剥いていきます。料理長、はい、残り剥いていて、ニンニク、赤パターンのときにはニンニクのホクホクした感じの、はい、っていう説明したいね、塊のね、うん、今日はスライスです。スライスっつってもね、絶妙なスライスにした、これはねエマンセじゃないんですよ。まあこれも好みって言えば好みだから、厚くしたければ厚くしてもいいんだけど、ちょっとこれぐらいね、これぐらい、これぐらい、ちょっと分かりづらいね、まあいっか。ニンニクチップをこう頭の中に想像してくださいね。オリーブオイル、ちょっといつもより多めです。これね、大さじ2杯ぐらい。そう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 、やっぱりさ、見てくれる人が増えるとさ、いろんなあのコメントが入ってくるから俺も勉強になるんだけどさ、もしねこの間あのコメントいただいた方いらっしゃったらお答えしますね。このゴムベラで僕こういう風にこう調理するんですけども、ゴムベラの香りが映らないんですかっていう質問だったんですけど、ずっと入れっぱなしにしてるわけじゃないからゴムベラの香りが映るってことはないですね。ニンニクの火の入れ方の基本なんですけども、塊の時よりもスライスの方が焦げやすいですよね。でこの油を集めてこの余熱でじっくりとこう火を入れていくんですよ。それでも熱が下がらなかったら濡れたタオルにこうやって落としてください。そうすると油の温度が一気に落ちますから。でまた火にかける。そうそうそう、リストランテ三浦って知ってます？みんな知らないよね、実在しないもんね。ああ焦げてくるなと思ったらジュー。リストランテ三浦って三浦翔平さんの番組なんですけど、三浦さんに料理を教えるっていう番組で、でそこでもやったんですけど、このね濡れタオル、実際に僕もお店で必ずここに置いてあります。油っていうのは100度を超えますよね、下がるのにすごい時間がかかるんですよ。そうするとその時間がかかる間にどん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 こう火が入っていってしまうから、一気に下げるためにこれ濡れタオルを置いておくんです。火をつけては消して、つけては消してしかしてないのにこうやって色がついてくるわけよ。これを見て美味しそうだなと思った人は、クラシルさんの絶賛バズり中のペペロンチーノ、皆様の、温かいコメントをお待ちしております。ニンニクできたね。でニンニクのこのチップの香りをここに映ってるの。ペペロンチーノの時に同じような作り方しました、とっても美味しかったです、でもニンニクがちょっとカリカリになりませんでしたって言ったコメントがあったんだけども、しっかりとこう油抜きね、これをしてあげるとカリカリになります。作りたてはやっぱり柔らかいです。少し放置しておく。詳しいレシピはクラシルアプリでお願いします。そっちじゃない、あ、こっちフレッシュのトマトね、そうね、8等分ぐらいがいいかな、4等分がいいかな、いや6等分ぐらいかな、まあ適当です。今日は贅沢にこのフルーツトマトを使ってますけども、普通のトマトでもいいですよ。普通のトマトで作る時と、まあ、何が違うかっていうと水分量がまず違いますね。トマトの水分が多いってことをこう頭に想像しながら作ってください。あとは甘みですね。フルーツトマトの方がやっぱ糖度が高いんで、ちょっと甘みが凝縮された感が出ないんで、どうしてもちょっとこう甘みが足りないって時には、まあ、ちょっとまあ砂糖を入れてもいいのかな。でも普通のトマトでも詰めていくと水分がなくなるから甘みが残ります。普通のトマトでももちろん美味しいフレッシュトマトのパスタ作れます。中火でトマトを加熱していきます。その間にパスタ入れちゃいますね。 100g で切るんですね。塩入ってるね、大谷さんね、はい、はい、塩は 1% かな、 1.2% ぐらいね、はい、はい、入れたら最初だけこう混ぜて、で混ぜたらもう OK ですね。はい、そしたらトマト加熱してくるとだん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 こう水分が飛んで、音聞いてると水分が多いうちはシャーって言うんですけども、
水分がなくなるとこうパチパチパチっていう音が混じってきますから、今混じってきましたね。混じってきたらこれもね、ちょっと一回ここで火を消しましょう。これも今余熱です。ここね、これ余熱、何回も何回も余熱余熱って言うけども、料理の上達する一番のあのポイントっていうのはやっぱりこの熱を操ることです。火を操ることができたらもうグーッと上がりますから。僕らでもやっぱり一番難しいのはこの火ですよ。火の扱い方、レシピなんてさ世の中にいっぱい溢れてるんだから同じものが作れるはずじゃない。僕も一冊こう本を出してるんですけども、同じように作ればピアットスズキができる。何が違うのかって言ったら火なんですよ。で余熱で、これ何をしてるかっていうと、トマト一回こう温まりましたね。今ね温まったからトマトから今水分が出て、でその水分を今の余熱でもっともっとこうじわじわじわってこう外に出してるんです。これもずっと水分を外に出さないでずっとやってると、今度はトマトの焦げた匂いが出てくるから、これもこの余熱でじわーっと中の水分をこう出す、こういう物体があってさ、外から熱がこうね、そのままだと出る半かけ口がないから、これが火を止めることによってこの表面の熱が中にじわ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 って入ってくるでしょ。で熱が入って中の水分がじわじわじわってこう出てくる。出てきたね、これね。巻き戻して見てみると、さっきより全然水分がいっぱい出てると思うの。で火をつけてみます。そうすると水がね蒸発するような音に、さっきのパチ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 言うのと違うでしょ。お湯が沸いてるような音に、これはもう水分がこの中にいっぱい出てきてるから、そしたら今度はこの水分を飛ばしていきます。これうまくね、この食材の水分を外に出してあげるっていう、それができるようになるとすごく料理が上達しますよ。水分が出しすぎちゃったってことはないから、そしたらまた水分を加えればいいんです。ここに今日はアンチョビ、アンチョビで塩を決めていきます。またほらちょっとこう音が変わってきたでしょね。でもトマトの形がほとんどこうなんか見えなくなってきた感じだから、ちょうど今濃度もいい感じですね。ちょっと今日オリーブオイルを最初多めでしたけども、トマトの水分っていうのがたくさん出るから、トマトの水分とオリーブオイルが乳化して、これもいいクレモーゾの状態ですね。ソースの状態としては塩味が強い人はもうちょっとアンチョビ入れていいかな。今日何グラム入れた？ 8? うん、8から10だね。もうちょっとアンチョビ入れてもいいかな。チーズが鍋の余熱でいい具合にこう溶けて、とろっとしてくるの。ここで味を見て塩が足りなかったら塩、出来上がりです。うわー美味しそうだね。ソースとこう絡めるのに火にかけます。そうそう、あとフライパンね、このアルミのフライパンを使うんですけど、家庭ではちょっと作れないなんていうちょっとコメントもあったんでお答えしますね。アルミのフライパンは軽いんですよ。僕ら1日に20回30回40回って鍋振るから、だからこのアルミのフライパンがいいんです。全然お家のフライパンで普通に作れますからね。テフロン加工した、鍋で、料理教室なんかで僕やるときにはそれ使ってるんで、全然同じもの作れますから。これ炒めてるんじゃないですよ、絡めてるんですよ。ソースの具合これぐらいかな。引いたときに水が出てこない感じね、これぐらいに。最後オリーブオイルを一振りかけて、こうやってね、大事なのはこのオリーブオイルね、入れてから少しよくこうやってよく混ぜてください。こうそうするとね、なかなか分かりづらいんですけども、もったりとなんとなくこう白っぽくなるんですよ。そういう状態になるまで一生懸命こうで、これカッコつけてるわけじゃないのね。こうやって鍋を回すことによって中にこう空気を抱え込んでるわけ。この空気を抱え込むことが大事ね。そうするとクレモーゾになりますから、こんな感じかな。はい、わーおいー、おいしそうだね。これにまあさっきのニンニクをチップを乗せてフレッシュのトマトのソースは出来上がりなんですけども、ここへモッツァレラチーズちぎってこんな感じに。いいんです、あの火にかけなくても。食べる時にパスタに絡めるとちょうどいい具合に糸引きますからね。モッツァレラチーズね、カリカリになったニンニクをトッピングしてね、で伊豆で作ってるバジリコ、サラダバジリコですね。ちょっとこう胡椒なんかを効かせてあげると、これがピリッと美味しく食べれるんじゃないのかね。こうやってフレッシュトマトのスパゲッティの完成です。ボナペティと。実食のシーン、実食のシーンって皆さん実食のシーンが欲しがるんですね。だって食べてさ美味しいしか絶対言わないよっていうことなんで、まあ、リクエストにお答えして実食していきたいと思います。なんだ、いやちょっとお腹すいたんですよ。え、朝から何も食っちゃいますよ。何また小芝居入ったの、小芝居、大谷さん。じゃあ食レポしてもういい、このままいっちゃうよ、もうな、朝飯じゃないからね。あ、違うんですか。違う、仕事だからね。カメラの向こうの人がもう大谷さんにもう釘付けなんだから。いただきます。あー、美味しいですね。
トマトの水分をしっかり飛ばしてるんで、フレッシュさもありつつしっかりトマトの深みを感じられます。でこのモッツァレラチーズがいい整ってます。美味しいです。料理長何点ですか？2点1000点満点最高の一品ですと大谷さんが言ってます。皆さんぜひ試してください。チャオ。皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。やってまいりました。ヘイちゃん&ガワナがお送りするクラシルです。ペペロンチーノ編が好評につきものすごいコメントをいただいてバズッと100万人を超えました。クラシルさんおめでとうございます。ということもあって今回は企画第3弾、クラシルさんと共に動画配信していきたいと思います。ちょっとクラシルさん、クラシルさんってクラシルさんの番宣なのこれ？大谷さん、じゃあ大谷さんお願いしますよ。ひげ隠した方がいいよ。隠して、ちょっとちゃんと番宣してください。はい、お願いします。こちらヘイちゃん&ガワナパート2というチャンネルで、ふざけたヘイちゃんの動画たくさん出てますので、そちらもぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。